少しでもテュールが心の落ち着きを取り戻せたならいいんだけど。そうじゃな。かつての軍神の片鱗は垣間見えたが、消えかけとる。戦に抗うのは悪いことではない。予言に抗うのもな。妥当な意見じゃな。巨人族の予言の意図などわしらにはわからん。でも巨人族は僕らがヨトゥンヘイムへ行くことも予言したし、ラグナロクでテュールが軍を率いるって予言も僕は信じる。とはいえ、テュール自身が信じるかの。クレイトス様、ちょっといいです？なんだ？私の不在中にご用があった時のために、このとっても便利な呼び鈴を設置しておきました。斧を呼び鈴に当てれば私が現れるという寸法ですよ。試しに当ててみません？グレイトス様、豪快な投げっぷりです。もはやベテランの域。ご用の際はこれを鳴らしてください。はあ、他には何か質問？いい、もちろんです。何でも享受して差し上げましょう。門のそばの崖の下にドラゴンがいるね。ドラゴン？いや、アトレウス様、あれはリントブルムです。ニーズホッグ様の子供ですよ。ニーズホッグが母親なの？ええ、さらにあの方はユグダラシルの生命の輪の要でもあります。私が枝の世話をし、ニーズホッグ様が木が育ちすぎぬよう根元をむさぼる絶妙なバランスなのです。襲ってこない？まあ、私ほど愛想はよくありませんが、手出しさえしなければ襲ってくるようなお方ではありません。ニーズホッグ様は厳格なお方で、お子様を大事になさるのと同様、しつけもしっかりされています。誰かさんにそっくり。ではあなた様をお見送りするとしましょう。戻ってきたか、少年よ。手伝ってくれるか？ああ、もちろん。好きな時に食べてくれ。シチューは寝かすと味が増す。機嫌治ったの？ああ。さっきは少し参っていただけだ。すまない。不思議だな。こうして料理をしていると心が落ち着く。長い幽閉のせいで、小さなことに喜ぶ気持ちを忘れていたようだ。失望したか？してないよ。気遣いは嬉しいが、目を見ればわかる。アトレウス、食べろ。ああ、ほら、気をつけて。どうも。さあみんな、味わってくれ。へいへい、そんじゃ味見してやら。さあほら、君にも戦士にふさわしい食事だ。やめろ、二度とその言葉を口にするな。そうだな、すまない。悪気はないんだ。僕は気にしてないよ、ただの言葉だし。言葉が判断を鈍らせる。父上は本当に僕たちの旅路に意味がなかったって思ってるの？ヨトゥンヘイムで見たものも、あれがどういう意味か父上も考えるでしょ。毎日な。だがお前の愚かな過ちを母親が望むはずはない。僕に希望を託したのかも。もう忘れろ。私の希望はお前が無事でいて、でも一人の大人として賢明な判断をすることだ。でももしロキが鉄の森に行くことは。お前はアトレウス、私の息子だ。ロキではない、
分かったな。食欲失せた。すまないクレイトス、不用意な発言だったな。ちゃんと食べなきゃ、食べなきゃ死にますよ。もしや初耳でした？なんでああなんだよ。ロキも戦士も鉄の森も存在しないなら予言が残ってるはずないだろ。父上は、一生分のありがたい助言を差し上げますから、よく聞いて寝なさい。一晩寝れば悩み事もきれいさっぱりなくなるはず。あっそう、寝なさいね。ためになる。本気です。僕だって。もう出てって。言われなくても。ロキ、ああ、何なの？アルフヘイムで神だと知ってたらな。エルフを殺して悪いと思ってたから。どういうこと？仮面？ああ、自分が神だって分かったらなんか強い気がしてきて。ここどこ？文句を言ってばっかりじゃないか。いつもいつも何もしないならもう黙っててよ。二人のつまんない喧嘩、二人のつまんない喧嘩に付き合うのはもううんざりだよ。嫌な記憶、思い出したくもない。本が壊れた。もう予定ヘイムへ行けない。何なんだ。話してよ、するな。何だってんだよ。待って、行かないで。一体ここはどこなんだ。もうやめろ。ここから出ないと。母上のことをバカにした。今の、僕たちは神でしょ。だから何でも好きにできるんだ。お願い、待って、やめ。なんなんだよこれ。
母上のナイフよりずっといいや。もうやめろ。うん、僕も。なるほど。それじゃあ向こう側で待っててくれる？うん、ここどこ？僕の言葉わかる？やあ、こんにちは。ねえ、どこに行くの？そっか。変な夢を見て起きたらここにいたんだ。ここが鉄の森？どうやって来たんだろう。夢を通じて？まあここにいるわけだし。そっか。匂い？何のこと？ああ、それは多分フェンリルの匂いだよ。合わせてあげたかったな。君たちたくさんいるんだね。これ何の匂い？ここの空気は、なんていうか、甘いね。木の香りかな。待って！うわ、僕を食べる気じゃないよね。今の冗談でしょ。こんな森これまで見たことないよ。ここ？それはまだ途中なの。そう！これは鉄の森の樹皮で作った絵の具よ。樹皮はこの森の記憶を吸い取るから、その絵の具も覚えている。過去の記憶だけじゃないわ、未来の記憶も。だから血はつけたくないの。あ、本当にあなたなのね。君、僕を知ってるの？どうかした？私はずっとこの瞬間を待っていたの。
あなた思っていたより変な顔ね。え？ごめんなさい。今の意地悪だった。少しね。もう出だしからつまずいちゃった。ただほら、私人と話をするのがそのとっても久しぶりで、それに変なのも悪くない。ああ、ありがとう。やり直し。私はアングルボザ。たくさん質問があるんでしょ。ああ、うん、僕ついてきて。すぐに答えは見つかる。全部じゃないけど。君、僕のこと知ってるんだよね。言ったでしょ、答えはすぐに見つかるわ、ロキ。そっか。あなた、ロキって名前よね。うん、そうだよ。僕はロキ。そうだ。すごい。こっち。僕はこっちから行くよ。それでここは一体どこなの？変な霧に包まれた。ルートガルズでは頭が混乱するものなの。でも鉄の森は安全。ずっと鉄の森は実在しないと思ってた。あ、そうでしょ。実在するとは分からなくて、オーディンも巨人族の森を探さない。巨人族の森。そう呼ぶ人もいるわ。というより、あれ何？ブローチよ。大きいな。そんなに？巨人族だからって大きいとは限らない。そのはずだろ。普段は何してるの？絵を描いて餌を集めて森を守ってるの。なぜ僕を待ってたの？あなたに定めを告げる。それが私の定め。消えて！危ない！何をしていたの？フィンブルの冬をしのいでた。待った、フィンブルの冬のことは知ってるの？知ってる。私は上から行く。あなたはそのまま進んで。あれって鎖かたびら？ブロックとシンデルはなんて言うだろう。誰？ああ、僕のおじさんみたいな。みたいな。水ガルズの巨人って変ね。下にはドワーフ。ここにもナイトメアがいるのか。
物を壊すのが好きなの。父上がよく忘れて、何でもない。最高、巨人族に会えたんだよ。しかも僕の運命は左右された。え、何でもない、君と話せて嬉しいって言ったんだ。そう、何も心配いらないよね。僕はただ存在しないはずの魔法の森で巨人族と話してるだけだしさ、きっと平気。キアパ、危ない。ありがとう、まだここに慣れてなくってさ。それで？私の母がね、予言を記録していたの。見たいんじゃない？親は？いないわ。それってつまり、ね、聞きたいことだらけなんでしょうか？ごめん。天使様みたい。どうも。ああ、君もね。手伝って。ああ、いいよ。
うわぁ。あれは維持のメダル。競争する？はい。何？行くよ。あ、よし。ねえ、早すぎる？ハッスルブルム、前にも戦ったなら倒し方は知ってるわね。いつもはこんなに騒がしくないのに。僕のことは好きなんだ。へえ、ロンギ好きね。任せて。やっぱグローワの予言を記した祭壇につき、母は巨人族の遺産を守り抜いていくつもりだったの。たとえアース神族に邪魔をされても。うわボタン街ならまた後で見られるよ。だといいな。巨人が彼らに教えたの。着いたわ。君の家？そうよ。来て。これ、僕の祭壇？また見たかったんだ。巨人族は己の定めを学び、歩むことを美とするの。でも逆に、未来を知ったことで己の身を滅ぼす人もいる。いい？うん、もちろん。これ前にも見たよ。母上の灰を撒いた場所で壁に書かれてた。全て実際に起きたんだ。この通りにね。でもここが崩れてて、これ僕たちだ。袋の中身は、うん、これは誰だろう。待った。そんな嘘だ。ありえないよ。こんなこと起きるはずない。こんなの嫌だよ。違う、これは夢だ。鉄の森もウートガルズも存在しない。全部嘘に決まってる。ちょっとロキ、ロキってば。お願い、ねえ落ち着いて。暴れちゃう。
敵だから。ゆっくり深呼吸して、ほら息を吸うのよ。そうよ、それでいいね。もう大丈夫、平気よ。戻ってきて。大丈夫、もう平気。ごめん、どうしちゃったんだろう。心配しないで、みんなそうなるものよ。待った、みんなああなるの？狼にはならないけど、未来に恐怖を覚えるの。あれは僕の未来なんかじゃない。僕がオーディンに仕えて父上が死ぬなんてありえないよ。ロキ、運命には誰も逆らえないの。あなたも早く受け入れることね。また意地悪なこと言っちゃった。ねえ、とにかく今はもう忘れて。あなたの未来のこともロキのこともね。あなたは巨人族でしょ。きっと今は理解できないような力をやがて手に入れることになる。ねえ、散歩しましょう。お手伝いしてくれたら教えてあげるわよ。ほら、巨人のことをね。来て。ロキ、ねえ、手伝ってくれる？これは何？はい、来て。どこに行くの？食料を見つけて種を植えるのが私の日課。でもその前に合わせたい子がいるの。ロキ、ヤーラよ。やあやあら。ああ、はじめまして。うわ、すごく大きな子だね。乗って。いい子ね、ガンガ。あのさ、君は知ってるんだろ？ほら、ヨトンの戦士のこと。ええ、ロキじゃなくて戦士って呼んだ方がいい？うん、ロキでいいよ。そう、戦士様。それで、これからどこに行くの？果物を集めに行くの。川沿いで見つけられるはずよ。ねえ、あの花は？沈黙。ああ、黙るよ。違う、沈黙の花って名でヨトゥンヘイムにしか咲かないの。祖母と母が喧嘩した後、よくここで昼寝したわ。ここは母が唯一落ち着ける場所だった。モグはね。どうするの？狼の餌にする。こんな果物初めて見たよ。これは緑玉の実。母に毎日食べさせられた。力がつくって。でも本当にまずいの。効果あったみたいだね。今なんて気に入られたみたい。それもいで。
よし。狼は君が世話してるの？そうよ、友達なの。他の子にも会いたいな。あといくつ集めるの？もう帰りたい？そうじゃないけど、父上の命を救わなきゃならないしさ。ラッキー、まだ時間はある。上にもあるよ。なら上に行きましょう。うん。今僕に言った？それともヤク？手伝うわ。ありがとう。どうぞ。お先にどうぞ。え？ねえ、楽しい気分に水を差したくはないけれど、壁画で見たものについて話さなくても平気なの？あんなこと絶対に起きない。オーディンに味方すれば父上が死ぬんだよ。母がね、私に教えてくれたの。どんなに抗ったとしても予言はいずれ実現するんだって。僕の父上は心を無にしろって教えてくれた。見過ごすなんてできないよ。ダメだ、届かない。ハファ、あのさ、僕がアースガルズに行くなんてありえないよ。そりゃ考えはしたけど。へえ。父上は答え探しを手伝ってくれなかったけど、オーディンは二人きりになった時手伝うって言ったんだ。二人きりなら簡単にあなたを殺せたはず。ひどいな、簡単にはやられないよ。あの崖を登りましょう。高う本陣、あそこにも持てるだけ燃えておきましょう。熟すと分かるの？両親に時期の見極め方を教わったの。じゃあ未来に起こることを全て知ってるわけじゃないんだ。重要な出来事を知ってる。あ、ヤーラが通れないわね。材料を集めて餌をやるのか。これを毎日やらなければ死んでしまう。その年で苦労しすぎだよ。同い年でしょ。ああ、そっか。私の父と最後に話した時、守ってやれずすまないって言われたの。急いで大人にならねばならないだろう。謝ってくれただけマシだよ。父親って口下手よね。オーディンはあなたが必要なのよ。それか、見た目とは違って僕が向こうを欺いてるのかも。欺くのが得意なの？父上に嘘ついたことはあるよ。
へえ、策略家さんなのね。身はこの桶に入れて。ねえ、もしよければここで弓を直したいんだけど、いいかな？もちろん、道具ならあそこの棚にあるわ。そうだ、棚の中にいいものがあるわ。準備できたらヤーラのところに来て。もう少しここにいていい？好きなだけいるといいわ。すごく線が生き生きしてるね。え、そう？お世辞がうまいのね。これすごく色の使い方が好きだな。ああ、空に使う青色はさじ加減が難しいの。うん、いいさじ加減だよ。すごく綺麗だ。ありがとう。ああ、それはお気に入り。手がすごくうまく描けたの。自信作よ。ほら見て。あ、うわ、ほんとだ。すごいな。手って描くの難しいよね。そうなの。いいね。さっきさ、ウートガルズでは頭が混乱するって言ってたけど、あれどういう意味？うん、ユミルは知っている？始祖の巨人で、大昔にオーディンに殺されたんだよね。オーディンはユミルを完全に滅ぼしたけれど、彼の夢だけは例外なの。それは私たち巨人のものだから手出しできないのよ。これは見られないの？ええ、まだ人には見せられない。ヤーラならいいけど。謙遜しちゃってそのうち見せてあげられるかも。でも今はダメ。3色だけなんだ。他の色は？それで十分。他は混ぜて作るの。この絵も君が描いたの？うまいね。それは失敗作。本当はもっとうまい。僕は好きだけどな。ねえ、これは何？おばあ様と描いたものよ。下手だった頃の絵。じゃあ次は？次は三笘ゼルビストの根を取りに行きましょう。帰りたいなら別だけど。うん、残るよ。じゃなくてここにいたいんだ。僕もさ、絵を描くんだ。落書きだけどね。何を描くの？いろんなものだよ。怪物とか工芸品、旅で父上と見つけたもの全部。お父さんも絵を描くの？まさか。こっちに根が生えてる。ほら、いい子ね。大丈夫よ。
動物って他にはいないの？ほら、もっと早いのとか。悪気はないよ。もちろんいるわよ。でも二人は乗れないから、この方が楽なの。うん、そっか。これは私が。この先にもあるから、必要な分だけ買って。簡単に折れるわ。ナイフはいらない。そう、少しだけ取るの。強くねじってみて。これでいい？上出来。はいはい、今行くわよ。この先にもっとあるわ。僕のこと本気で嫌いみたいだ。そんなことないわ。ただ私の他にこの子と一緒に暮らしていた人が。向こうにドラグルが。変化すると変な気分になる。自分を制御できないみたい。できなきゃダメなの？それじゃあ、根も見つかったことだし、出口を探しましょう。ナイフはいらない。あ、そっか。まあ、実りはあったかな。しばらく根は抜かない方が良さそう。あなたのせいじゃない。ねえ、あっちから進めそうよ。ほら、ヤーラのところに行きましょう。怒り、それだけ。怒りを利用して狼を解き放つのね。なら怒りを制御する他の何かを探せばいい。どうやって？怒りだけじゃなく、いろんな感情を抱いて戦えばいいの。怒りで満たされたら、他の感情で自分を保つ。もしかしてわざとやった？
かもね。戻ったね。ええ、左にある桶の中に目を入れて、そしたら最後にあるものを見せるわ。どうかした？いいえ、別に。水辺に戻った方がいいわ。こっちよ。もう少しここにいてもいいかな。ほら、道具も直したいしさ。ええ。君も動物に変化できるの？まだできない。でもあなたのそれは巨人ではなく神の力かもね。そっか。自慢された気分。ごめん。冗談。右の行動よ、ヤーラ。あそこに行くの。はあ、進めないね。そうだ。今の呪文いいね。ここを隠してくれるの。ヨトゥンヘイムで巨人の気配がしなかったのもそのせいかも。その魂、誰のものなの？何？ナイフの中に魂が入ってる。知らなかったの？全然。誰の魂？今は誰か分かるまでそっとしておくといいわ。でも誰かの魂を盗んだ覚えなんてないよ。ヤーラが来るまで待っててあげましょう。何してるの？気分転換。何回跳ねるか試しなよ。やってみる？簡単そうだね。ああ教えてほしい？いや、きっとできるはず。行くよ。ああ、一回か。何？そんなにおかしかった？あなたのことじゃない。ただ。ただ？この状況がおかしくて。あ、そう。なんだ、ダメか。やっぱり教えてくれる？水平に投げてみて。いつ手を離すかがとっても重要なのよ。それじゃ、見ててよ。援護する。あ！
のはなしだから最後の一回。それはダメよ。ドラウグルに邪魔されたんだよ。そんなの言い訳。また後でやりましょう。私抜きでやるの？絶対上手くなってみせる。話して。慣れてきたわね。ああ、遅すぎる。もう少し早く話さないと。ああ、遅すぎる。もう少し早く話さないと。上手。あともう少し。うわ、今の見た。あげたいものがあるの。あなたへの贈り物。怖いものじゃないよね。ええ。ああ、でも僕何もお返しできないよ。あのさ、質問していい？もちろんよ。君っていうか、僕らは最後の巨人族なの？そうとも言える。でも複雑なの。教えてよ。教えるよりも見せた方が早い。ねえ、じゃあ僕の予言は？あれが真実なら僕は何をすべき？何も。結末は変えられないのよ。どんなに避けようとしても必ず予言通りになる。じゃあこれまで運命を変えられた人はいないってこと？一人も？もちろん細かい部分は変えられるかもしれないけれど、終着点は変わらない。だったら筋書き通りに歩む方がいいでしょ。あれ何？昇降機。ヤーラとは少しお別れ。上に行きましょう。ファーラ。なんだか贈り物を渡すのが嫌みたいだけど。終わりを意味するものなの。どういう意味？行けばあなたにもきっとわかるわ。それじゃあ私の予言の結末を見ましょう。ついてきて。
こっちよ。この先に亡者の谷がある。みんな死んじゃったの？アースガルズを恐れながら生きることに疲れて隠れたの。そしてオーディンを惑わすためにヨトゥンヘイムに死体の山を残した。隠れた？そう。一人で登れる。ああ、玉児だ。待って、見たことあるの？別のやつを前に見つけたんだ。どこで？祭壇の壁画で。でもそんな。他にもあるのね。何なの？ほら見て。ジアチ。フロドル。気をつけて。バーラ。巨人だ。これって巨人のもの？巨人そのものよ。巨人はこの地でオーディンに殺されるか、あるいはその身を隠すか選択を迫られて、最後は父が巨人たちの魂をこの玉樹に移したのよ。死ぬ前に私に託した。彼らはこの中で平穏を得たの。これからはあなたが守ってあげて。僕でいいの？ええ、母が見たのよ。あなたなら時が来たら玉璽を正しく使えるって。それっていつ？わからない。戻りましょう。これって責任重大だよね。あなたが背負うのよ。ねえ、大丈夫？ええ、私の旅路はここまで。玉璽をあなたに託して私はこれで役目を終えたの。僕と一緒に来れば、一緒にオーディンと戦おうよ。一緒に戦う運命ならあなたの壁画から私の姿が消えるはずないでしょ。ごめん。そうだ、一緒に入れてあげよう。喜ぶよね。行きましょう。はあ、区界一高い山か。僕がヨトゥンヘイムにいた時、父上も一緒だったんだ。巨人の指に行ったの？そこで母上の灰をまいた。ずいぶん前のことみたい。ねえ、壁画なんて気にせずに物語を続ければいいんだよ。もちろん私にもやりたいことはあるわ。ただ巨人族として役目を終えたら私は何者になるのかなって。
友達？ねえ待って、今の何？手を貸して、ヤーラのところに行きましょう。嫌な予感がする。ヤーラ、アングルボザー、手を貸して。ねえ平気？まずい。ロッキー、ねえ大丈夫？僕だったら平気だよ。ヤーラを探して。回り込むわ。ウルバウーザ。それで、玉樹だけど、生き残りはこれだけなの？他にもいるわ。行方知れずの巨人もいるのよ。でも、一体どこに？視界にはいる。知っている限り。山の奥に陥没穴がある。そこに行きましょう。そしたらどうかしたの？ここが実在してたなんてみんな知ったら驚くよ。ロキ、鉄の森のことは他言無用よ。お父さんがオーディンが探しに来ないからここは安全なの。お筆動物は守れても、アース神族が探しに来れば。分かった、ごめん。誰にも言わないよ。また今度ね。うわ、いや、またね。玉玉の実は狼にあげるの？食べたい子には独り占めはさせないけど、まずはイアパ、せっかちだし。もうすぐ陥没穴、魔物だらけなの。前は絵の具の材料が取れたんだけど。そっか、なら追い払おうよ。絵の具は大事だしさ、君がそうしたいならね。あ、ええ、もちろん、リーナ。完璧。
ねえ、これあげる。積んじゃったの？ああ、ほら、お返しにさ。ありがとう。でも取っておいて。ほら、レッチの巣を探しましょう。巣で画材が手に入るから見落とさないで。だね。待って、レッチだ。巣もある。すごい数だわ。もっと松明をつければ戦いやすいし、必要なものも集められるわ。分かった。松明は任せて。行きましょう。これでよし。戦士様元気？夜は？ここにいたら迷子になっちゃうね。ならないわよ。大丈夫。下は空気が水ガルズよりマシだよ。変な匂いがするね。腐った水みたいだ。気をつけて。この辺りドラグル、ウルバウーザ。なんか言いかけた？想像しい場所じゃなかったのに。気をつけ。巣はここだけじゃなくて上の方にもあるの。分かった。
よし。ねえ、そうだ。僕と一緒に来ない？どこへ？ミズガルズ。他の世界でも。どこでもいい。それは、やめた方がいいと思う。動物たちを置いていけない。気持ちは嬉しいけど。今ので全部だ。ありがとう。機嫌治った？そうね。戻りましょう。あ、そうだ。
グスラ。私たちが巣を壊したから怒っているのよ。僕らのせい。向こうからしたらね。運命を知れば何か変わると思ってたけど、僕はやっぱり僕だ。君の時はどうだった？何があろうとあなたはあなたよ。運命は受け入れなきゃならないものなの。じゃあ君は受け入れたの？そのはずだった。来た道戻るの？いいえ、陥没穴を迂回していくの。そうだ、君のお母さんも予知できたんだよね。巨人族はみんなできるものなの？一部よ、夢見するの。ああ、あれか。前にトールの夢を見た。トール？正夢になって家に現れたんだ。え、トールが？なんだかそれ悪夢って感じね。ああ、だよね。これは何？ああ、ホタルよ。凶暴なの？あなたって無邪気。綺麗だね。ええ。ちょうどよかった。何が？うわ、すごい。いろんな意味で変な体験だったけれど、でもあなたと会えてよかった。僕も。来る方法も分かったことだしさ、来たい時にいつでも来られるだろ。例えば？そうだな、すべて落ち着いたらさ。ラグナロクの後にってこと？そう。いいわよ、きっと暇にしてるだろうし。さあほら登って。何があるの？近道。いい子だね。大丈夫ヤーラ、君ならできる。ヤーラを休ませないと。うん。さっきも言ったけどさ、その君の絵本当にいいよ。励まそうとしてる？ああ、効果あった。また後で。さあ観念しな。そんな黙りな。
わめいても無駄だよ。今よ。そんな。今の誰？グリーラよ。彼女は。ダメ。どうしたんだろう。何も感じない。それは魂がないせい。グリーラが抜き取ったのよ。あいつの家はどうする気？もう狼が死ぬのは嫌だ。ついてきて。気をつけて、あいつらすばしっこいのみたいだね。出くわしてもお願いだから滅多なことはしないで。なんで？私の祖母なの。え？前はあんな人じゃなかった。私の父に運命を変えようとする気がないことを知ってから変わったの。なるほど。他の道を探しましょう。向こうには何かありそう？見てみる。さすが、行きましょう。待って！
じゃあ。巨人族はここに住んでたの？昔から？お母さんのことが知りたい。僕が生まれる前の母上のことは何も知らないんだ。ごめんなさい。私も何も知らないの。彼女は私が生まれる前に巨人の元を去ったから。グリーラの家よ。中が暗い。まだ帰ってないけど中に動物がいるかもしれないわ。急ぎましょう。扉があるわ。上を見て。あそこまで登らないと。向こうから上に行けそうだけれど、私には渡れない。待って、これなら登れるわ。グリーラはなぜ動物たちの魂を奪うの？動物たちの記憶に触れることで自由を感じるのよ。毛をなびかせかけている間は獣と寝床のことだけを考えていられるから。でもまやかしに過ぎない。そっか。グリーラはいない。うわ、全部すごく大きいね。狼は？貯蔵庫の扉があるわ。中に動物を閉じ込めてるはず。鍵が刺さったままだ。回してみよう。ロキ、ほら、予言によれば君のおばあさんが僕を殺すことはない。予言を誤解してる。あと少し。この裏から吐息が聞こえるわ。確かに。でも声は聞こえない。なんとか奥に行かなきゃ。何も感じない。さっきと同じだ。もう手遅れよ。魂を奪われているわ。
ってて。何を？ねえ、嫌いな巨人はいる？え？忘れて。じゃあこれ。ちょっと待って、僕なら正しく使えるって。いずれはね、今すぐにじゃないわ。分かってる、でも隠れても見つかるよ、いつかね。見殺しにはできないだろ。自信あるの？いや。実はここから先が分からなくて。教えるわ、一緒にやりましょう。うん。ベクヤ、ベクヤ、言ったの？私にもわからない。ほら、もう投げ出しちゃうの？あなたの責任だって。わかってるよ。ただ僕より君が持つべきだ。良き。ねえ、よく考えて。アトレウスって呼んで。分かった。戻りましょう。階段を登って。本当にごめん、ただ入ってきた場所から戻らないと気づかれてしまうわ。じゃあコップも元に戻さないとね。扉を閉めて。分かった。早くここから出ないと。手を貸して。隠れて。ギャンギャンうるさいね。どうせすぐに忘れられるだろう。そうさせない。見て見ぬふりをしてきたけれど、病気なのよ。私に
謝してほしいくらいさ。魂があったっていいことなんてない。ただ苦しいだけだよ。まったくあんたが羨ましいね。いい、あの大釜、あれがなければ魂も使えないわ。気をそらすから狼を逃がして、その後大釜を壊しましょう。いいの？さあね。でも隠れてはいられない。行って。ちょっと、お坊様！二度と来るなと言ったはずだろうが！そうね、私を見て。いろいろ忘れられたってのに、あんただけは忘れさせてくれない。こんなこともうやめましょう。ラグナロクが避けられないなら、せめて一緒に見届けて。運命なんてろくなもんじゃないね。そのせいであんたの母親は若くして死んだ。父親が結ばれた女は愚かな女だったのさ。何よ。ああ、そいつはお友達かい？ロキ！ロキ？向こう、お前だ！逃げろ！さっさと出てけ！こっちよ、来て。こっち、さっさと逃げるがいい。こっちよ、台所に戻れるわ。どこにいる？戻っても平気なの？いいから行くの。聞こえてるよ。あそこ見て、あの大釜を壊すの。向こうに渡れる？どこに行った？ああ、かくれんぼかい？絵と一緒にずっと閉じこもってりゃいいもの。触るんじゃないよ。あの四軍の戦士様が私の家にご来訪。にはオーディンの馬番がお似合いだね。うるさい。あいつが新しい父親になれば、今の父親のことも忘れるだろうさ。黙れ。プリンガンディギャンゴ。頼むから、私のことはほっといておくれ。これ以上は無理よ。なんで来たんだ？ゼルバウーダ！この！やめろ！ドラガハン、うんっていう。床から離れよう。みじめな巨人だよ！二人ともね！あそこのろうそくよ！私があれを撃てば死ぬのよ！クリンガンディギャンゴ！あんたは家族の恥だ！壊させるものか！クリンガンディギャンゴ！近寄るんじゃないよ！アングルボート危ない！そこから降りて！どうして私をこうまでして傷つけたいんだい？私が何をした？魂を盗むのはもうやめて。動物に同情かい？ろうそくにおびき寄せればひるませられるわ。何もかも奪うかい？つま
母親から取り上げた時に狼にくれてやればよかったんだ。出て行きな。お母様、出て行け。やめて。行きましょう。何かを成し遂げたつもりでいるのかい、アングルボザー。お前なんてただの脇役だ。みんなすぐに忘れちまうだろう。ロキだって同じだよ。お前との物語なんてあっという間に忘れるだろうさ。自分の父親の死を嘆き悲しむのに精一杯でね。次に見かけたら生き残ったことを後悔させてやる。このまま置いていって平気なの？もし後を追ってきたら。前は食べ物をくれてたの。え？私のこと突き放しはするけども、時折朝起きると焚き火の横にパンが置かれているの。昔よく作ってくれたパンがね。あの人は怪物なんかではないわ。道を見失ってるだけ。少し歩く。あなたも戻らないと。思った以上に時間が経ってるはず。アングルボザ。平気よ。こうなる運命だったの。この道の向こうに行けば戻れるはず。それじゃあ3回勝負で行く。バトレース、競争、いいだろ。元気づけてるんだろうけど。また勝負したいって言ってたよね。気持ちは嬉しいんだけど、前回私が勝ったでしょ。確か引き分けだったはずだけど。私の勝ちだった。じゃあ証明する。 1,2,3 始め。見てて。ねえ、来ないの？キツネ？だったら僕も。曲がり角に注意。何言ってるか全くわからないんだけど。
こって本当にいい匂いがする。その方が鼻が効くんでしょ。よそ見しないようにね。このままじゃまた負けるわよ。そうはさせない。ロキ、アタレウス、ありがとう。おばあさんのこと気の毒に。うん。そろそろ家に帰る気になった？準備できたら祭壇に来て。帰らなきゃダメ。ここにいてもいいのよ。いつ帰るべきかは予言に書かれていなかったし。はあ、予言か。ねえ、まだ信じてないんでしょ。無理だよ。バカだって思うだろ。いいえ、お父さんのことを思うあまり彼が死んでしまう未来を思い描けないのね。来て、見せたいものがあるの。ラウフェイ、母上の魂は入っていないけど、そうよ。両親を亡くす気持ちは私もわかるわ。痛いほどね。お母さんはもういないかもしれないけれど、お父さんにならまだ別れを言える。言いたいことわかるし、気遣ってくれて嬉しいけど、やっぱりおかしいよ。全ての結末がもう決められてるだなんて。君はどうなるの？わからないわ。言ったでしょ、あなたが去れば私の物語は終わるの。ここに残ってもいいのよ。物語は自分で紡げるはずだよ。どうするつもり？わからない。でも父上を死なせはしない。もう戻らないと。わかった。星が他とはまるで違う。そう、あなたほどじゃない。絶対また会えるよ。そうね。
それじゃあ目を閉じてしっかり握ってて、なくさないようにね、こう唱えて、いいえって何度もね。いいえ、いいえ、いいえ。これでいい？冗談だろ。別の家、別の家、別の家。父上を救う方法を考えよう。鉄の森とアングルボザのことは言えないけど、厄介なことになったな。